リーナ。ほら、引っ張るよ。ねえ、あの円形のビル、地図にあったテレビ局じゃない？だね。行こう。ディーナがいなかったら無理だったかも。やっとわかった？はいはい。エリーを一人で行かせたりしないよ。一緒に来てよかった。やば。ちょっと何今の？罠にかかったんだ。何？爆弾の罠。気をつけて歩いて。どこ行くの？ちょっと待ってて。いなそうだけど、何とも言えない。降りないとダメそう。やばい。エリー。いった。平気だよ。来て。リアって女。見つけた時死んでたらどうする？今はまだ考えたくない。あの罠、ジャクソンの周りにも仕掛けるべき。これなら群れを駆除できそう。それ、いいかも。でも、難民も吹き飛ばしちゃうかも。看板立てて、警告すれば。文字読めなかったの？絵を描いておけば？ワイヤーに引っかかったら集めると大きな炎が。私が作る。好きだよ。もっと言って。ジョエルの友達で町中に罠仕掛けた奴がいて。みんな怪我しなかったの？彼しかいなかったし。待った、町に一人っきりで暮らしてたってこと？人間不信だったから。寂しいね。おかげで長生き。でも他人と付き合いを持ったからって生き残れないわけじゃないでしょ。極端すぎる。でもリスクは生じるでしょ。一人でいる方が危険じゃない？例えば怪我したり
病気になったら？他の人が怪我したり病気になったら？そしたらそれこそ余計な重荷になって状況が悪化するかもしれない。まあ確かにそうだけど。ねえ見て。誰なんだろう。あのお方の愛を感じてほしい人？ウルフに関係あるのかな。さあね。なんか不気味だね。うわ、やば。全部撃たれてる。見て、トミーのだ。感染者にやられたんだね。大丈夫？ごめん、その匂いのせい。行こっか。トミーは歩きのはず。休まなくて平気？平気。行こう。なんでこんなに荒れ果ててるの？ボストンは違ったでしょ。ボストンじゃこれほどの内戦は起こらなかったし、ファイアフライもここまではしなかった。テレビ局見えた？あっちだよ、坂の上。うわ、また死体だ。銃で撃たれてる。トミーが通ったって証拠だよ。そこ通ってそう。頑丈なバリケード。なるほど、ってことはこっちは無理。待って、罠だよ。やば、ありがとう。罠だらけ。感染者用でしょう。でも一歩間違えたら。うん、慎重に行こう。守りは完璧って感じ。罠だらけだし人は通らなそう。ほんとポジティブ。
ねえ、大丈夫？うん、平気。またこれあったよ。さすが。それいいかも。うん、ジョエルの真似。大きい音したね。油断しないで。くそ。下にいて。階段にも罠。爆破してみたら？ここじゃダメ。細かいこと気にしてらんない。リアが現れるかもね。うん、それか待ち伏せしてるかも。ああ、あそこ入んなきゃ。到着。かがんで。